で、ワンピ側が続いてどなたがいくか、ルイコさん、あ、ルイコさん、なるほど、はい、さあそろそろ小学生も佳境に入ってまいりました。残る人数が全体で5、6人といったところですね。先鋒戦はロバート寮、さあまさかの竜子対決、確かに、しかも極限竜道場と場所が整ってますね、整ってますね、漏らしてしまって禁止前にからしっかりビルドアップを決めて、さあマルコ・ロドリゲスが見ている、しっかりあぐらかいて、しっかり上から目線遅らせる、原曲強制ダウン奪って小足から流撃、暴れ中心受けキャンから、これは確定している、表さあいい勝負をしている、ここは禁止当たると思ってなかったか、コンボできず、いい縁が機能して、うわ今めくりだったのか、これは空対空、両坂崎かロバート倒して、ここでグーラ大量、しっかり逆倍線落としていく、もう一回ここはしからココアガーキャン、かわしたといったところ、ジャンプティーからジャンプティー乗っかっている、あー中段圧を欲しがる、これむずいんだよやっぱり、あれちょっとディレイ必要なんですよ、中央だと、あディレイが必要、ディレイが必要、ちょっと遅らせないと強気への2段目が当たらないんで、え、どこをディレイかけるんですかあれ、あの EX 危険疾風の後の勝利を最速でやっちゃうと、あちょっと引きつけなきゃいけない、なるほど、それはむずい、それがちょっと難しいんですよ、このキャラのコンボは、あ最速なんかと高すぎて、そうなんですよ、なるほど、なるほど、さあ絡んでいくから、うわー苦しい、今これまた天然で言おうとしてしまった、危ない、これはミスる、禁止マビレイスピンからバイスピンで、さあルイコさんかなりゲージを溜めていくスタイルですね、温存してますねだいぶ、まあ、前は結構、まあ、ゲージないとっていうところありますよね、まあまあそうですね、ガーギャンして小足から暴れ通しレンスピン入る、ここはドライブ後で使うが見せてしまう、ジャンプし暴れている、ガーギャン、ここはバックステキ円で削り切る、強い選択肢、まあそこで当たっても NB だろうという読みでしょう、あそうですね、これでプルゲージの空手を相手にしなくてはならなくなってしまう、さあ残り3割が遠いぞ、課長戦が当たってここで読み合う、いやー苦しい苦しい、これジャンプ D の後ね、早めにジャンプ CD で落として、いやー小足が刺さって、これが決まるとおそらく倒しきるでしょう、おーと思ったらミスっていく、いやー苦しい、ガギャン使うもんまだいるかお前っつって、空に残っている空手、あリベンジということで、なるほど、ここでゴロ対 M ダッシュ、はい、さあ13、あの V1-13 部門ではこの組み合わせ M が勝利している、そうなんですよ、まさかのリベンジマッチ、さあもちろん本キャラ五郎のジョーが出てきて、画面端持っていきたい両者、かぶせで行くのは両坂崎、 NC 爆裂めくり、小足は繋がらない、おっと惜しい、かかとが入って画面端キープ、さあこの状況かなり苦しそう、さあ爆裂禁止で落としてから砂の持続が当たるのが非常にいやらしい、そうですね、
スライディング普通に当てても全然不利ないっぽいから、はい、非常に強いですね。うわよく見てる EX で完全に完封、完璧。さあ怒りのゴロは、完璧に噛み合わせて中堅、空手を引きずり下ろす。ここは早めに暴れ筋スラッシュが入って、遠泳からの壊しからのタック、いやうまい。ジャックハリケーンの後に暴れると EX の爆裂が暴れ筋になってしまうと。これはもしかして、これは行くのか、バンバンバン行った、ミオルジャンプに金にしっかり EX 爆裂かかと、爆裂フィニッシュ、タイガー爆裂フィニッシュ、爆裂フィニッシュからジャンプリード、テンプレのような動きをしっかりと決めて、ゲージがまだあるよ。ここはうまくかいくぐって打ったなし、ハリケーン当たってめくり、アイルが禁止が入る高さでしたが出ていなかった。ここはしっかり小足からブレーキングリュークランドまで決めて、これでおそらく体力5分に近いんじゃないでしょうか。まだ逆転できず、 EX 欲しがるがジャンプリーが刺さる。これはゴロお見事。さあまだこのキャラがいるんですよ。そうですね、何をしてくる、投げられて、ここは遅らせ行動、様子を見ていく。うわーよく見ている、 EX メインヘン渡るが追撃はできず、小足からメインケム追撃あって、まずは1人。さあ V1 ではこういう感じのところから逆転まで持っていった M ですが、はい、もう1回乗るとね、はい、本当に苦しい。さあやはりエンエースラスラを嫌がらせに使っていく、当たってしまえばコンボが減るんです。これバイスゲージないと苦しいですね、あの連携。そうですね。さあしかしやはり嗅覚がすごいですね。うまい、 D サイドから前転から、これ読んでいた、メイケム D サイド、メイケム D サイドループを決めて、ここは早め、さあ押し切る、いい判断ですね。まあ倒しきるべきですね。そうですね、相手にも、まあ、ゲージがその分たまらないんで、はい、早めに仕留めておくのが正解でしょう。ここで、まあ、立ち回り的にはまだ全然前線できそうな感じですけど、ゲージがないのでプレッシャーが段違いですけども、ここは遅らせからしかし投げ苦しいぞ、しゃがみし暴れて、さあバイスはやはりジャンプシリーで追っ払う立ち回りガーキャンして、こっからのタクエ発動が決まって、これはどうなる、まだ死なないか、まだ死なないですね。禁止で落として中段ガードガーキャンしてしまう、まだわからないぞこれは。 D サイドでゲージを貯めて、前風側は貯めているところに EXT サイドが刺さる、ジャンプ C に爆心、かなり見ていた、いやよく見てた今のは。いや2ゲージが溜まるとこの技がある、サンクレ技爆心。さあメンプさんも2ライフ目、いやしかしよくあそこまでね持ち返しましたよ ね、流れ的には結構 M 寄りでしたね。はい、しかし最後しっかり見ていたゴロ、そのゴロに対するはメプ。さあベルンシンがアドバイスを送って、さあまだやった期間がわずかながら、やはり最近の1クレ目でも1台踏めでもかなりいい動きを見せてくれていたこのメプ。しかし相手はゴロの城、さあテールジャンプシリーカウンターで100。さあまずはかぶせてからなんとか選択肢を迫りたい、これ美味しい、ジャンプシリー入ってめくり、今度は決まってる
剣は当たらず、遠泳で落としてハリケーン、ジャンプシーに、さあもう一回崩しに行くところ、暴れそうなところにしっかり壊し置いてある、しかしそれをガードしている。さあかなりレベルの戦い、読み合いをしてここはぶっ放す、逃げに使う、これは非常にいい判断、これは終わるか、さすがにこれで30秒残すとかなりでかい。さあ体力を回復できるんです、30秒残ってると250でしたっけ、まあ、それぐらい回復すると、そうですね、はい、あーここは確定している、テイルバックレッジつかず、ここは倒していたい、4回バックレッジ禁止で落として、やはりゲージを溜めさせないという、まああそこでね落として、まあ、逆に発動コンボもらっちゃうみたいなパターンも、ね、そうですね、あそこはもう殺さないと危ないですね、はい、これで状況的にはまだメプさん有利、クータイグ有利よりは残念点、クータイグ出し越し、さあ非常にうまいですね、かなり流れるような格のかけ方も早くてうまいですね、はい、おっとなんだ今のは、 C で出している、これはちょっと意表をつかれる形、そしてこの画面足、これはガウキャンゼテン非常にいい、しかしまだ画面足、クータイク大事、全然通す、マグロ当たって、うわーこのいけない、立ち入りが当たる、ここで飲み直し、試合払いから、うわ AC が強い、スラから、あー無理だろこれは、今のは無理だろう、厳すぎる、歪んでいく、最速でこすってなんとかって感じですね、多分あの状況はそうですね、相打ちとかになるんだと思うんですけど、ダイモンが登場、ジャンプシーで当ててから読み合い、ここはぶっ放して、こちらも EX 受け身から天井を決める、さあガードが非常に硬い、これはまだあるぞ、じゃあなんとか立ち回って、ここは美味しい、あーしかし熱いぞ、これが決まれば倒し切る、さあしゃがみ C を使ってしまうとやはり隙が非常にでかい、さあここでいや別にそうでもないけど、まあ結構なんか苦戦することが多いらしくて、まあ多分あのフォアジャイとかクラークが結構やりづらいっぽくて、まあやはりこのクラークというキャラを乗らせてしまうと非常にフォアも苦しいんですよね、中堅戦になると、そうですね、スラも振りづらいですね、はい、ここは漏れてしまって NC になってしまう、あのガトリングなど結構いやらしいんですよね、爆裂で削っていく、これはしかし確定かな、確定っぽかったですね、珍しいものを見た、さあ確定はしないかなと思ったんですけど、意外と投げ前がひどい、はい、これ裏からこれは全然空対空、いやー、やはり空対空が非常に強いですね、クラーク、あのジャンプ CD を咎めるのはかなり難しいです ね、ここでガートリング決まってしまう、こうなった時のフォアジャイクラークがかなり面倒くさそうな感じ、まあ、スラをめり込ませてしまうと EX が発生してしまうので、はい、結構なあの先端気味でも EX の前が広いんで、 EX アルゼンチンの容易に触れないですね、ガーキャン前提から投げを決めて非常に美味しい、確定どっちにしろってところなんですよね、まあ、今日テイルならっていうところなんですか ね、はい、これは非常に痛い、しかし投げ残り2割、完全にひも状ペース、うわー苦しい、ここはぶっ放すしかない、そして飲んでいく、あっと
おそらくスラに半角取ろうとしたところにテイルを当てるという読み合いなんですけれども、うまくワードしてテイルが引っかかる。これはでかい。まだ入るの。ここは1ゲージ。かなり時間使ったのでまだこれは確定しない。結構な高さでしたけどね。強いですね。 あれでも5分以上本当にやれ返すのかなり至難の技です。 EX ガトリングとかやらないといけないと。そうですね、勝負に出ないといけないっぽいですね。まあさすがになんかさすがに出せなかったかな。あれは有効があるでジャンプリーぶっ放していく。やはりこの一連の流れが非常に強い感じ、ね、リターン重視。流れが一気に変わりますからね。もう何も食らえないジャックテイルでくる。ジャックテイルから投げる。だいぶ減ってさあジャックテイルが2段ヒットする。確定。よく見てる。さあフォアジャイが非常に機能してここはガーキャンしてなんとか倒しきりに行きたい。ラルフ中段。あしかしゴロだいぶ流れを、まあ、なんとか取り戻したといった感じですね。最初のシェンに託すと、うわすごい立ちに悪く当たる。裏に回ってここは天然禁止で起こしてから前転は壊しい。さあこの対決キモジョーさんがやや有利か。4ゲージ残っている。こう足はバックステップ発動できない。発動できない。あーしゃがみしゃばれ前に出てなかった。あー苦しい立ち回り。これはどちらが決める。あー先取りできない。これでしゃがんでいる。ちょっと早かったジャンプ行きが。ちょっと早かった。もうちょっと遅らせたらしゃがんで食らってたっていう感じですかね。これで俺と初期さんと五郎さんだけになっちゃったのかな。あ、直樹さんいいのか。